えー、おはようございます、インセルです、えー。まあね、関西というか大阪もね、ガンガン今、雨降ってますがね、えー、今もう、夜ですけどね、えーまあ、夕方から降り始め、いや、もっと前か、えーまあ、降り始めてね、いつまで降り続けるのかちょっとわからないですが、まあね、やっぱ雨の降る日とかね、まあ、季節の変わり目なんで、そろそろ梅雨ですね。なんでやっぱり体調不良あたりが、 ちょっとね、不安になってきますがね、私の場合、いつも自律神議がどうこう言ってるんでね、毎日しつこいようで、えー。まあね、うーん、まあ、とりあえずね、ちょっと気をつけて、えー、生活態度改めたいと思ってるんですがね、今日もちょっと昼寝長くしてしまいましてね、ちょっとダメですね、本当に。こ動ことしてるから、そのね、リズムが崩れてね、えー、この間みたいになるんですよね。そうね歯医者でね、えー、麻酔がちょっと効きすぎたのか、アレルギーが出たのかわからないですけどね、もう、 いや、あんな症状出たの人生で初めてですね。もう体が動か,な動かなくなるとかもう今までなかったんでね。もう完全にこれは死んだなと思いましたからね、本当に。えー、手がもう動かないんですよ、全くこの状態から。でも、しびれもすごくての、脳ももう目の前も,もう全然もう見えなくて。全然ハキハキ喋れるんで、脳までは行ってないかなって。こっちですね、こっちから打たれたんで、歯に。 でここ全部しびれるからで心臓も近いんでねもう心臓も多分もうこれは麻酔って止まるんかみたいな感じでねちょっとねもうその間ずっともう,、ね、もう部屋の汚い部屋にそのね業者に入られると思ってねそっちばっか心配してましたね、えー、自分が死んだ後の心配はやっぱりねもうパソコンとか部屋とか汚い部屋見られたくないっていうのが、えー、この部屋のままねちょっとあの世にはいけないですね ま、というわけでね、ちょっとこれからね、まあなんとか命、命拾いしたんで、なんとかね、有意義に過ごしていきたいと思います。でまあ、いつもこういうふうにね、意思,、えー、意思表明はしてるんですが、ね、なかなかね、ちょっと、買ったもの紹介しますかね。これ、トップバリュのカレー買ってみました。黄色ロゴです。黄色ロゴででもなんかちょっと色々思われるかもしれませんがね。でも、製,製造元はね、SB なんですよね。SB。えー でもパッケージもおいしそうなんで。だってね、カレーってね、まあ、そのね、野菜とね、肉、まあ、ため玉ねぎとか肉の出汁も含めてのカレーなんでね,ね、まあ、もちろんこのカレーのルーのスパイスも大事ですけども、そっちからもちゃんと出汁取ってね、それでやっと完成するもんだんでね、まあ、ある程度最低限のちゃんとスパイスとかが入ってれば、もうあとは、その豚肉とか鶏肉とかね、玉ねぎの出汁でなんとかいけると思います。で、まあ、ガムテープも買ったんで、その、 穴開いたところを修復したんですが、この、えー、麦わら帽子、穴開いてたって前紹介した。まあ、こう見る限りはちょっと見すぼらしいんですけど、いい感じにね、えー。なるべくこの黒い縁のところにかぶらないように貼れば、かなり見栄えが良くなりますね、えー。なんか修復した感がない。裏はこんな感じで、っ被っかぶってみますね。だいぶいいんじゃないでしょうか。とりあえず太陽は防げますし、あの形も整ってるんで、まあ、そんなに悪くないかなと。ね 昔、何、3年ぐらい前にドン・キホーテで1000円ぐらいで買ったやつなんで、もったいないんでね、捨てるの。これ、治るもんであれば。まあ、ガムテープだ100円ちょっとで、修復できると考えればね。ガムテープも、ね、ちょうど欲しかったんで、まだまだ使えるんでね。実質1000円浮いたみたいな感じで。これからね、熱くなると思うんで、ちょっとこれ、早い時期からこれ使っていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。ということで。 まあそんな感じですかね。とりあえずね、えー、季節の変わり目にできることはね、えー、季節の変わり目というか、まあ、普段からすべきなんですけども、自律神経、えー。まあね、とりあえず私としてはやっぱり水分取るのを忘れないようにしたいですね。これ前も言いましたけども。えー、今思えば血中の水分も少ないからちょっとダイレクトに、そのね、麻酔の効果が効きすぎてしまったのかなっていうのも、今思えばそんな気がしてきて、えーまあ、とりあえず、 水を飲むのをね、なんとか。ジュースとかもまあ好きな最近ね、たまにサイダー飲んでるんですけどね、あのコーラとかサイダーってね、まあ、たまに飲むのが美味しいんでね、ちょっと、たまにドカンと1.5ペットボトル安売りしてたら買ったりして飲むんですが、ふ、まあ、普段は水で済ましてちゃんと、うんまあ、水分もね、水分も睡眠も取りすぎたらダメとは言われてますが、難しいところですね。まあ、とりあえず取らなさすぎなのはもちろんダメなんで、ちゃんとね、積極的に取っていきたいと思います。うん えー、あと、筋トレもね、またしたいなとちょっと思ってたりするんですけどね。えーまあ、とりあえず、駅構内を自転車担いで行ってるんで、まあ、とりあえずそれで今のところ筋トレにはなるかなと。えー、まあ、そんな感じで、ね、とりあえず、まあまあね、気をつけて、いろいろね、健康とかそういうのに気をつけてい行こうっていうね、いつも通りの感じなんですが、えーまあ、雨がやんだらまたどっか出かけると思うんで、その時はまたよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。イースルでした。